今回3回目なんですけども、納豆の製造について非常にこう広く普及しているということもありまして、また開催させていただくことになりました。で、今回は、今日来ているミス納豆ネバール君の方も来年の鑑評会にも参加していただいて、盛り上げていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で納豆はお好きですか？大好きです。大好きですか？嬉しいな。そうですね、毎日まで行かないけど結構頻度高く、はい、ご飯のおかずにもするし、トーストのおかずにもします。あ、そうなんですね、はい、おかずとして食べるんですね。大豆にしてくれてるね。大豆だって大豆の生産は北海道日本産が一番だから、一番ですよね。美味しい大豆作ってくれてありがなっとねばよ。ありがなっと私北海道のお母さんだから、大切にしてますよ。ってことはネバール君のお母さんみたいな感じだね。そうですよね。お母さん会いたかったね。今日初めて。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとありがとうございます、はい、表情が変わった。え、誰の？ネバール君。ネバール君の？意外と嬉しくて笑顔になっちゃったね。感情豊かだ。先にいいですか？じゃあこちらから目線お願いします。はい、何枚かいきます。